どうもこんにちは、ワルサギです。こんにちは、リサです。ミズビュー TV へようこそ。いや疲れた。おどうしたの。今日一人で頑張ってきたの。池袋に行ってきました。フランスに、フランスの池袋行ってきたの。フランスに池袋なんてあるの。今日は5月3日今日5月3日はゴミの日。話進まんから。サンチャンクのドット絵商品がボートで発売されるということで、まあまあ一人で行ってきました。なんかね、知らない知らない。なんかねパパがね腰痛いんだって。ぎっくり腰です。もう年だからさ、もうパパさんすぐ腰痛めんのよ。もう俺今日行けないって言うから一人で行ってきたんだよ。俺の話の下りそんな長くしなくてよくない？なんでなんでなんで。いやゴールデンウィーク連休初日ですよ。ああ確かに。そう人がすごいすごい。フランスに？フランス行ってない。行ってない。というその人混みで疲れた。今日はね11時オープンだったのね。コミッション？コミッションの話はもうまだいいよ。ウォートが11時オープンなの。で本当に11時ぴったしに着いたら、いやー人がすごい。びっくりした。いや舐めてた。聞いてる聞いてる。舐めてたの。そうそうそう。コミッションも。いや以前ほらウォートさ、ドズラ社の3周年の発売日に行ったことあるじゃん。その時はそんなに混んでなかったから、まあ、今回はそんなに混んでないかなと思ったのね。あれ平日だよ、ね、まあそうだったんだけど想像の5倍。あ、すごい。でも5倍なんだ。まあ5倍。うんそうかな。200倍とかじゃないんだね。そう今きっと後ろに映像を流してくれると思うんだけど、うん、うん、いやもう人の頭エスカレーターからもう並んでるのね。だからエスカレーター並んで上に上がった瞬間もうサンチャンクの列ができてんの、店の前に。へえ、うん、整理券は。整理券は配ってない。なんか一応事前に直前にこうツイッターの方を見たら、まあ、混雑した場合は整理券を配布する場合がございますって書いてあったのね。うん、けどまあ整理券配布せずに、まあ、普通にカゴ持って並んでようやく手にすることができました。コメショーコメショーコメショー。手に入ってるといいね、うん、あの俺今回ね、うん、何が売られてるかとか、うんうん、何が欲しいとか、うん、ママから一切何も聞いてないの。そうだね、うん、コメショーのツイートで、うんうん、なんか出てたよね。なんかアクスタみたいなやつ、ね、3人揃ったやつ。うんうんうん、あれいいなと思った。あれしか知らない。あのパネルのやつかな。そう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 。ああ押してたねコメショね。あれしか知らない。動画も見てない。じゃあその動画グッズ紹介動画を見ていない。あ何グッズ紹介動画先にやられちゃった。やってるよ直前生放送やってるよ。やべえ見てねえわ。今回そのコメショほらグッズ担当だからコメショめっちゃ説明してたよ。これはこうでってその動画を見てからお店に行ったから、ああこういうこと考えながらこれ作ったんだなってちょっとね頭の中でニヤニヤしながら見た。気持ち悪いよ。やってくれる。でもそこにいる人みんな気持ち悪いんでしょ。いやすごかった。もうねみんな板バッグ持ってた。うんそうって言ったよね今ね。いいの。オタクはもう気持ち悪くていいの。それ褒め言葉だから。そうか。そうだよ。気持ち悪いほど褒め言葉だから。じゃあ、褒め言葉の動画撮った人はグッドボタンよろしくお願いします。いや、そしてやっぱサンチャンクファンは、8割、9割がまあ女性ファンなのね。20代女子ばっか。すごいね。うん。そんな年齢層なんだね。もちろんでもね、やっぱ親子、小学生親子とかもいた。お母さんにこう狙ってた。若い子に負けずにママも一生懸命若作りしていったんで。お、赤いスカート履いてってたね。うん、そう、ちゃんと甘栗さん推しをね。アピールしてね。私はマグロフィスですアピール。そうそう。いた他に赤とか緑とか水色とか。現地では見なかったけどその後のツイッターではいたんだよね。ああツイッターで、うん、うん、ツイッターで同じように赤いスカートを履いてる人を見つけた。うん。けど現地では近くにはいなかったんだ同担が。よかったね。うん。そうバチバチしなかった。同担距離って何なの本当に。私一人で養っていくわ甘栗さんみたいなそういう感じなのかな。甘栗さんとさ、コメショって、まあ、顔出ししてるじゃん。してる。で、まあ、二人ともまあ、イケメンの部類じゃん。超イケメン。から、結構ガチ恋勢多いと思うの。ああ。あのファンは。俺も顔出ししたらガチ恋増えるかな。知らんぞ。止めないよ。別に止めはしないよ。毎日髭剃んなきゃいけなくなっちゃう。そうだよ。ちゃんとしてね。しない。今ね。マスク。俺もマスクしようかな。甘栗さんみたいにね。これマスク、ね。甘栗さんあれ絶対そうだよ。毎日髭剃るのめんどくさいから。違う。一緒にしないでくれる？だからマスクしてんだよ。まったく。一緒。男なんてみんな一緒で。怒られるよ。サンチャンクファンがみんな見てんだから怒られるよ、それ。ごめんなさい。はい。グッドボタン押してください。多分ね、いい加減ね、早く紹介しろってきっと思ってる。何分経ってんだって思ってる、きっと。というわけで、じゃあまあ、早速ね、どんなものを買ったか紹介していきましょうか。お、楽しみだ。じゃあ、まずは大きいものからいきましょう。お、いきまずは、こちら、T シャツ。
あ、T シャツこれ。バッグかと思った。違います。T シャツじゃん。T シャツですよ。しかも黒ですよ、黒。あ、ちょっと待って、かわいい。かわいいでしょ、ドット絵の。ドット絵かわいいよ、これ。パパだってドット絵好きだもんね。ドット絵世代です。そうだよね。ドットで育ちました。動画でコミッション言ってました。僕らはドット絵世代じゃないと。え僕らでか、うざぴかな？ドット絵にあんま馴染みがないって言ったのは。ドット絵に馴染みがないけどドラクエは好きですってうざぴが言った気がする。スーパーファミコンの皆さん。だから彼らはさ、26、27？去年20歳の誕生日とか言ったから多分21とかじゃない？へぇ。うん。え、このこれ。これまだ1歳じゃない？生まれて多分1歳じゃない？そこは3歳じゃないの？パンダじゃない。サンちゃん。サンチャッキーだからね。そうかもしれない。うん。うん、俺天才。俺今年齢の歳と天才の歳をかけたんだよ。ごめん、それ気づいてない。もう細かい。気づいて気づかない。突っ込めない。もう。というか1個目が、まあ、T シャツを買いました。お。うん。裏になんか書いてるわけでもないし。あ、裏にでっかいコメ賞いないの？いないいないいない。コメ賞だけはピックアップしない。うん、いや、3種類あるのかなと思って。もしくはガチャ。ガチャ T シャツガチャ開けたら開けなくちゃ分かんない開けたら裏3チャンやだよいくらすると思ってんのえ3000もちろん4000もちろん2万5000円するのおかしいからブランド品になっちゃうからコメショーのグッズの T シャツになっちゃうからコメショーのブランド何2万5000円もするの2万5000円はしないけどあれでも1万ぐらいするよね T シャツでフィズすごいあれはすごいこだわりが強い T シャツなのうん、ね、コメショーファンなら買うよねうん、ちなみに T シャツも上にいっちゃったけど T シャツ白もありましたああそうなんだ白とあと店内は大人サイズだけなんだけどオンラインならキッズサイズも売ってるうんキッズサイズ白はさここも白なのこの枠の中の背景ここだけは一緒ああここだけやっぱ一緒なんだ、うん、そうそう一緒で周りが白そうそうそうだって貼り付けてるだけだもんね多分そうだねプリントうん、うん、なるほどうんで子供が120、140、150みたいなそんなにサイズ展開してるの？そう、子供は3つぐらいサイズあって、これって大人もほら、M、M、L、XL かな？うん。うん。だからすごいよね、6種類作ったってことだよね。そんなに作った？てかそんなに子供のファンいるの？サンジャンクって。でもほら、親子いたしね。いやそうだけど。うん。地方にいっぱいいるんだ。そういうことだね。オンラインしかないってことはね。すげえ、うん。続きまして。2個目。こちら。出た。いやいや、これもさ、これこそ世代じゃないでしょ。そうだよね。知らないでしょ、これ。そうだよね。サンチャンク全員。うん、フロッピーなんて、自分で使ったことはない。俺今持ってるよ、フロッピー。持ってんの？持ってるよ。入らないでしょ、パソコンにだって。入らない。うん。なんかあんの？家に。ああ、何？昔からずっとこう持ち歩いてる。そう、持ち歩いてる。あの、引っ越し、ずっと持ってってるってことだよね。ずっと持ってるケースの中にずっと入ってんの、フロッピー。何が入ってんだろうね、そのデータの中に。いや、わかんない。もうわかんないよ。なんか書類が入ってんじゃない？ね。これは MD からの発想らしいです。MD？ うん。これの20年後ぐらいで MD 出てきた。確かにね。そうだね。しかも MD 結構寿命短いよね。めっちゃ短かった。一応持ってはいたけど、MD ウォークマンとかね。え、で、これは何なの？フロッピーなの？一応フロッピーの形をしたしおりです。しおり？うん。しおりは、嬉しいです。また古風なものを出してきたね。面白いよね。なんか、コメショーが MD を見たときに可愛いって思ったんだって、MD が。MD 可愛い。うん。で、そのデザインを使ってなんかグッズ作れないかなって思ったらしいです。そしたらフロッピーのしおりになったの？そうだね。MD よりもフロッピーの方が可愛いと思ったんじゃない？はい。うん。たまに本読むから、で、しおりはもう使うからさ、これは嬉しい。40代ぐらいにしか分かんないと思うけどな、フロッピー。そうね。それこそ、すごい分厚い時のパソコンだよね。分厚い時のパソコン？あの、あれ、奥行きがあるやつ。あ、ブラウン管ね。そう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 。うん。これ、気づいた？なんか、面白くない？ちゃんと、この、RPG 風に。あ、選択になってんの？そうそうそう。おー。うん、おー。それを書くところじゃないぞ、フロッピーの底って。そうだね。中に入ってるデータをメモして書いておくってことだぞ。お次がですね、はい、こちら順番はこれだね。これはなんか若いね、見たことあるやつだ。これは今回ママが選んだのは分厚いアクリル。いつものアクスタの形も売ってたのけど、ママはアクスタの形じゃなくて、まあ、こっち側を4人揃えた。ああ、これなんか似たようなやつ、うん、ボンサーに使ってたよね。そうそうそう、まあ、アクスタと違ってね、この丸い土台がない分スマートに入るんだよね、うん、アクリルフィギュアって書いてあるよ。あ、そうだね、アクリルフィギュアになんだね。書いてますの？4人並べるの？4人並べたいから
場所を新しく作らなくちゃいけないんだよね。サンチャンクエリアを作らなくちゃいけない。どうしようかなと思っている。また増えるの？また増える。場所が？ドレッサーの蓋が開かなくなる。ドレッサーの役割果たさなくなっちゃうじゃん。それはもう確実に困るから。ドレッサーの中に言うときなら。それ意味ないから。なんで？開けたらわーみたいな。そう。開けたらわー。そう。で、今回これを選んだの。一つのパネルに4人差し込むアクリルスタンドがあったんだけど。ああ、知ってる。それでしょ、うん、あれでしょ、うん、あの、コメショーがツイートしたやつでしょ。そう。うん、残念ながら、それは買ってません。見たかった。見たかったか、そう。飾ってなかったの店内に。あ、飾ってあったよ。お、写真撮った？いや、撮ってないかな。それはコメショーの演技わかるでしょ？コメショーの見て。それにするか、このブロックにするか、いつものアクスタ、キーホルダーにもなるアクスタにするか、まあ、全部買うか。まあ、悩んで、まあ、今回は、この一種類。てか、まあ、サンチャンクはこう、メンバー揃えたいのね、ママ的に。うん、この一種類を4つ買った。むしろここは褒めてほしい。え、褒めるところ？あっちもこっちも買わなくて偉いねって。これを1個我慢したら。いや、それ、安いから。あと選んだ理由が、これが一番お買い得だった。安いから。カップ600円だけど。他はもっと高かったってことよ。要は。今日子供たちが食べた、バーガーキングの、チーズワッパー。あれ600ちょいだよ。そうだね。これ、一食分だで。サンチャンキー。サンチャンキー。いや、かわいい。バーガーキングはなくなる。サンチャンキーはなくならない。はい、次行こうね。こうやって比べちゃいけないんだろうな、そうだよ。そうだよ。今回一番欲しかったもの。あ、一番なの？ T シャツじゃないんだ、一番欲しかったのって。一番欲しかったのは違います。あ、違うんだ。はい。こちら、ミラーです。コンパクトミラー。何？ミラーなの？ミラーです。一番欲しかったやつ、うん。使えるじゃん。使える。改めて思ったの。サンチャンクのグッズは使えるものが多い。このしおりだったり、まあ、このね、鏡だったり、まあ、前回だとマスクケースだったり、メガネ拭き、シャーペン。いや、使えるんですよ。さすがコメショー。愛してる。なんか、女子がこう、使うようなものをちゃんと考えて作ってくれてる。おうん、え、ちなみにさ、うん、ちょっと前に買った鏡あったじゃん、ボンジュールミラー。はいはいはい、はい。あれ使ってんの？一応バッグには入ってる。バッグには入ってる。バッグに入ってる。一応？一応ね。一応ね。うん、そうそう。じゃあ、うん、その甘栗ミラーは、どこに行くのかな、うん、違うバッグよ。あ、違うバッグ。そうそうそう。違うバッグで、うん、一応入ってる。この甘栗さんのは、ポーチに入れようと思ってる。ポーチ。いつ使うんだろうな。あの、まあ、ちゃんとしたお出かけの時のポーチよ。へ、パパとのお出かけの時にはポーチ基本持ち歩かないんだけど、お友達と遊ぶ時にはポーチ持ち歩くんで。俺がじゃあ一生見れないやつを使ってるところ。まあそういうことだね。パパの前では化粧直しする必要ないんで。違いがわからないことだな。そう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 。うん、パパにコメショー買ってこうかなってちょっと思った。いらない、いらない、いらない。俺外行かないんだから。確かに。そして、まだありますよ。こちらは、ちょっと見えないね。ステッカーです。あ、サンチャンクステッカー、うん。これはもう開けないから、もう調べて画像出しといて。こういうのがあるよって。何種か忘れたけど、全部2枚ずつ入ってんの。ああ、いいじゃん、うん。そうそう、2枚ずつだからいいよね。そして、うん、こちらもステッカー。あ、なんか見たことある形だったんだろ。これさ、きっとそのうちさ、出るよね。出るか。パスポート。思い出作りの。うん。そう。まあ、今回ね、番号は入ってないんだけど、いつか番号出て、パスポートも出るんじゃないかなと思っている。そうだね。うん、思い出作りにはいいやり方だと思うから。ね。はい。うん、私は賛成です。そしてやっぱ可愛い。そうだね。デザインがすごいいいよ。うん、ね。なんかパックマンっぽい。黄色と黒で。パックマンわかんのかな？若干ママはちょっとわかってないぞ。パックマンは知ってるでしょ。パックマンはその後もいっぱい出てるし、映画にもなったし、ごめん、本当にはあんま分かってない。うん。うん、いいよ。ラストです。はい。ラストはお決まりの缶バッジです。そんなのあんの？これから開けんの？それ。そう、これは、あれかな？また今度にしようぜ。別動画かな？長くなっちゃった。うん。全12種だけど、その12種分かってないもんね。分かってない。何があるかね。え、12種もあんの？そう、まあ、12種あるけど、5個しか買ってないから。うん。うん。まあ、その中で欲しい種類っていうものがあるから、うん、それが立ってくれたらいいかなっていう思いを込めて5個です。わかりました。はい。いや、楽しみですね、それは。うん。缶バッジは別で開けるとして、最後の最後、うん、こちら、購入者特典です。お、何ですか、それは。2000円ごとに1枚もらえるステッカーです。またステッカー？はい。同じサイズ。ステッカーいっぱいあんな。うん、同じサイズですね。へぇ。これは全3種。で、何枚あんの？と、7枚です。え、1000円以上で1枚？ 2000 円以上で1枚。で、7枚もあんの？計算しないで頭の中で。いやいや、暗算だよ、そんなの。一瞬だよ。びっくり。ああ、びっくり。目指すは甘栗さん。
お、うん、甘栗さんダブリダブリ3種でしょ。そう、お、じゃあ大丈夫だと思ってる。うん、うん、いきますよ。お、甘栗、はい、お、あ、もうあれですよ。もういいじゃん。ちょっと待って、何これ、すごいよね、これまた電子レンジ、いや、アナログテレビじゃないの、電子レンジ、アナログテレビでしょ、電子レンジなの、アナログテレビ ですよね。いや、フロッピーといい、急に昭和感出したよね。昭和すぎるね。うん、すごいね。このさ、回すテレビなんて、それこそおばあちゃん家にしかなかったよ。あ、でもおばあちゃん家にあった。おばあちゃん家にはあった。懐かしいね。でも懐かしい。二つ回すなんてあったかな。チャンネルと音量でしょ。音量。音量はね、このガチャガチャガチャじゃないんだよ。へぇ、まあ、その話はもうどうでもいいか。そうだね。俺の知識披露はどうでもいいか、早く見せろって話ですよね。はいはい、わ、はい、かりました。はい、2枚でーす。はいはい。はい、あ、出た、コメショ。また逆バージョンだ。コメショ。はい。コメショいいね。コメショ、これなんか耳になんかつけてんの？いつもそうだよ。そうか、そうか。うん。コメショは。あ、すいませんでした。はい。はい、にわかがバレる。じゃあ次ルザクかな。ですね。ルザク。はい。あ、出た出た出た。じゃあもうこれでもう揃ったんで。サンチャンキーだ、サンチャンキー。特に直筆サインもないので、もうどんどん開けていきましょう。コメ、コメ、コメ。米、おかえりあ、米3つじゃん。じゃあ前回ほら、なんか全然来なかったじゃん。うんうん。ファミマプリント。うん。うん。なんか嬉しいよ、帰ってきてくれて。ね、俺これ1個もらっていい？あ、いいよ、いいよ。うん。これパソコンに貼ろう。わあ、やった。嬉しいよ、さんちゃん買ってくれて。ほんと？うん。俺がやっぱ米賞好きだから。面白いしね。響きが好き。米賞。はい、というわけで以上ですよ。あ、疲れた。うん、疲れたね。やっぱ長くなったな。長くなったので、缶バッジはまあ。次の動画でってことで、はい、わかりました、はい、楽しみです。コメショーグッズ私も欲しいという方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。